12時になったら11年やります。あ、じゃあ付き合いますわ。お付き合いいたします。聞くつもりは全くなかったけど、お付き合いいたします。もうすぐ12時よ。株に、はい、株しといてください。株しといてください。はい、バーストが嬉しいですね、バーストが。さあ、どうなの、どうなの？あ、セフィロスで十分です、セフィロスで十分です。ゴー！ゴー！ゴー！よし！一個。一個。リオさんどうかな？リオさんどうかな？リオさんの方が気になるわ。どうかな？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 さあ、まず、金欲しい、金欲しい。これ、まあまあ良かったよな。また、鱗取り！鱗取り重なった！鱗取り重なった！おーわ、両馬券。何これ、槍ドゥーン、なんじゃこれ。銃出た、銃。銃出たよ。なんかすんごい可愛い銃出た、可愛い銃。可愛い銃出たぞ、これ。うろこ取りからの可愛い銃。どうなの？これはどうなの ?You got a lot of weapons! 3000円、約3000円。これで。約 3000JPY 当たり？マジ？バルフレア消費来たこれほんまや、これ白黒さんがしてたやつや、これ白黒さんがやってたやつやんか。ほら来た、ほらこのもうノリで、ノリでやったら出んねん、ノリでやったら、ありがとうございます。ノリでやったら出んねんって、これやったやんか。俺結構鱗取りも嬉しかったんですけど、やったぞおい。これはなんだ、ブレードランス。まあ、ただの星5の槍ですね。よし、アルデバラン。アルデバランといえば大の大冒険ですけども、リオさんの報告が全くないぞ。大丈夫か、リオさんの報告が全くありません。息してるかな。ありがとうございます、皆さん。ちょっと使っていこうか。超筆初です。超筆だって初ですね。よし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 。初の超筆が来たぞ。これは、嬉しいな。やりました。銀10、金1、フレームターン。え？あれ？リオさん？リオさん。リオさん。それは、それは、直樹さんのあの、その顔文字でいきましょうか。それは、リオさん。リオさん。三宝さん、ただの星5の鎧でした。あ？三宝さん？リオさん？わかりました。